上弁とトップ2で表彰待っている時どんな心情でしたか。 100% 俺が勝った半分は負けを受け入れる準備ができた。メンズフィジークトップ2は大きな拍手を送りなさい。さあ両者大激突した。金金か上面か、オリンピアへの切符はたったの一枚。チャンピオンから発表だ。ネイチャーカンプレゼンツ東京プロチャンピオン、オリンピアクオリファイヤー、エイドリアン・ポリスジョベン・シャバイフロー・フィリピン。セカンドプレイス、エンドリアン・サリナイ・シュー。メンズフィジークチャンピオン、オリンピアクオリファイヤー、ジョベン・バイ・フィリピン、大きな拍手を送りください。 IBB プロフェッショナルリーグジャパンプロモーター庄司孝之よりトロフィーが贈られます。そしてオリンピアジャッジヘッドジャッジを務めたベッキーよりオリンピアへの切符が手渡されます。もう 100% 自分が勝ったと思ってましたね。うん、でも違いましたね。うん、ただまあラインナップを冷静に見てればね、寺島亮選手は4位と呼ばれた時点で、あ、2位だってなるはずなんですけど、もう頭の中勝つことしか考えてなかったんで、まあ、まだびっくりしましたね。要するに並び順に、まあジャッジから見て、上弁が右側、僕が左側。で、亮が僕の左側、岩佐さんが上弁の右側だったんで、ジョベンが、まあ、寺島亮選手が4位だった時点で、岩佐さんが3位だった時点で、4、3、2、1で2位なんですよ。普通に計算して。そういう計算ができてなかったんですよね。だからもっと冷静に、やっぱり、なんだ、まあ経験不足っていうか、すごいその、なんだろう、その瞬間その、なんだろう、その瞬間にずっとなんか、いるっていうのが自分の強みなんですけど、やっぱり東京プロみたいな大会になってくると、まあなんかね、うん、盛り上がっちゃうんですよね。うん、オリンピアで金金さんはなぜジョベンに勝ったのでしょうか。難しいですね。まあそれをなぜ勝ったのかを、まあ来年のオリンピアで見せるしかないんですよね。うん、うん、まあ2人とも進化したからでまた出ると思うんですけど。うん